ドラゴンボール超第1話を見るみんなの当時の反応。大輝。スーパーサイヤ人新スーパーサイヤ人ロボの話。ポケモン放送してるんだが、福島テレビすざけんな。プリキュアからキュアスカーレットの変身バンクもえすぎわろたくさ。来た。急に始まった。え、ちょっと待って。何この OP 悪いとは言わないけどドラゴンボールには。影山博信じゃないのかよ。おい、OP の歌詞が普通だぞ。ずいぶん落ち着いた OP だな。なんだこのやる気のない歌は、オメガ。ベジータとトランクスのシーンで泣きそうになった。ブーも出てくんの？悟空の後ろにいる王子で早速笑ってしまったくさ。あ、ジャコにゴテンクス出るんだ。映像が怪しい動きに耐えられてないのか。まさかアラファになってDB新アニメを見ることになるとはな。やっぱオープニングの作画の質で物語進むのは嬉しいわ。アニマックスでドラゴンボール見た後だとめっちゃ綺麗。ブルマの姉ちゃんも出るのか。新時代が始まったな。なんで G の BGM くさくさ。いきなり前回のあらすじかよ。使い回しくさくさ。あれ、普通に続きなのか。オメガ元気玉が最強技って働いてる。悟空が働いてる。仕事してるくさくさ。手で耕せよ。いきなりギャグ会か。なんでそんな機械を使ってんの。普通に S サイヤ人になってやれよくさくさ。スーパーヤサイ人のベジータさんですね。なんか策が良さげな予感。ゴテンは免許持ってねえんだぞ。ゴテンかわいい。ゴテン、言うの。ゴテンちゃんかわいい。子供に運転させるなよ。すげえ高画質だな。破壊神来た。こいつらレギュラーなのか。なんだこいつ。ビルス様来た。いきなりビルス。山ちゃんまさかのレギュラーなの。豪華やな。サタンがはげてない。サタン髪増えてんじゃん。サタンの声違う。ブーも来た。かわいい。おいおい、ミスターサタンの一番弟子だろ。腹減ったなら自分の魔法でお菓子作れるだろ。ブ難しい本くさくさ。面白いくさくさ。みなぶちビーデル来た。あーロイエー、ご飯ふけたな。おっぱい。野沢さんすごいな。あれ、まだ結婚してない。イチャイチャくさ。ご飯もひもかよくさ。みなぐちボイス天使すぎるわ。ピッコロさんくさくさ。ピッコロさん嫉妬。ピッコロのぞきかよくさくさ。ここまでバトルなし。完全に日常アニメじゃねえかくさくさ。ドラゴンボールにはアットホームな雰囲気は求めてないんだよな。やっぱシリアスな展開じゃなきゃ。ここまでやむちゃなし。トランクス詳しい。いらないもんあげるなよくさ。今日は日常系が基本なの。ゴテンマジかわいいの。野沢さんすごいな。ゴテンかわいすぎだろくさ。トランクス意外とちゃんとした金銭感覚で育てられてるんだな。温泉の水草。混浴ですね。なんか違うアニメみたいだな。こういう日常の話好きだけどバトルを求めてる人は不満だろうな。カプセル持ってこいよ。劣化シェンロン。虜になってきた。伝説の蛇かよ。無印時代みたいなことやりたいのかな。こんなやつに苦戦するな。地球の生き物強い。ご飯は恐竜倒してたのに。ビーデルかわいい。エロすぎ。これでビーデルがどうにかなるのか。もう妊娠してるのか。えらい色っぽい声だな。ただの水だろい。エロすぎやろ。ただの水。オメガ、優しいなビーデル。ビーデルさんは人間ができてるな。おねしょた。第一は化粧水を取りに行くの巻。サタンの金で生活してんのか。サタンでかくね。サタンって悟空よりでかかったのか。サタンがスマートだからサタンの夢の中みたい。何気に秘書の女の子かわいいな。秘書かわいいな。秘書子ちゃんエロい。なんていい人なんだ。サタン良いやつすぎるくさ。サタンところどころ人間できてるなくさ。
悟空も遠慮を覚えたか。働かなくなるな。妙に律儀な悟空。断ってること父が聞いたらぶん殴られるぞ。一話で金もらう主人公って。ええ、もらっちゃうのか。全部食い物に消えるんだろうが。口止め料だったくさ。鳥山明だくさくさ。メカ鳥山くさ。鳥山の血がそうくさ。鳥山が紙幣になってる。父昔は可愛かったのに。父も声老けたな。父可愛い。父もの分かりが良いな。父ちょろい。カメクサクサクサ。バイエナクサ。ジジイクサ。DVD クサ。カメ仙人は健在か。いくら師匠でもそれはダメだろ、クサクサ。あ、無能だクサクサ。無能神クソアロタクサクサ。まだ合体したままかよ。無能神英声になってるクサ。もう終わりか。なんだかんだでドラゴンボール見てると30分あっという間だわ。オメガエンディングはクソ歌という伝統。オイロマンティックあげるよでも流しとけよ曲酷すぎ。オピーエンディング両方とも勢いがない曲だな。王子クサクサ。ベジータでデコ入れか。来週も日常メインか。遊園地クサクサ。ベジータが主役だな。しばらくはまったりした話続きそうね。ベジータの家族サービスか。楽しみだ。次回は面白そうだ。映画でやったのと違うのかな。 Z では悟空と悟天の絡みはあんまりなかったが超はあるからいいな。悟天かわいい親子だわ。せめてほのぼの路線行くなら昔みたいにドラゴンボール地道に探すパターンのが良かった。皆口ボイスが帰ってきて良かったな。面白かったけど初回できる人も多いだろうな。これからビルスが悪行するんか。神と神につながるんならビルスとは絶対に合わないんだろうね。いや、このノリだったら水曜日の19:00に放送してほしいな。このままそれぞれのキャラの日常をずっと追っていく感じでもいいんだが、特にヤムチャほんと素晴らしかったわ。ああ、ニヤニヤして見てたわ。やっぱワンピなんかと違うな。キャラが一人一人立ってるし、原作タイムリーな世代はもうみんな小金持ちになってるから、電通のマーケティング次第でキラーコンテンツになるかな。ドラゴンボール見れるだけで幸せだわ。今の小学生羨ましいな。